あ、三バルサ移籍のメリットの話でいうとデゼルビがバルサ行ったら三マ使われるみたいなその単純なところもあるんですけどデゼルビって基本的にはウイング貼らして仕掛けたいし後ろ選手のビルドアップ能力あったらさ2000で回しながら盾つけてってやりたいじゃん。っていうとバルサ行ってデゼルビとやるもしくはデゼルビじゃなかったとしてもバルサ行くとバルサの文化的に4 3 3とかウイングサッカーじゃんウイングサッカーやれって文化じゃん。 ウイングサッカーやれっていう文化だからこそ今みたいに左ウイング中入ってサイドバック高い位置取るみたいなのよりもやっぱり左ウイング配っとろうとかそういう話も出てくるんですよね三笘の話も出てくるとか。ってなると日本代表の左サイドバックの話なんですけど日本代表の左サイドバック中山も伊藤も結構名前上がる選手でさベターな左サイドバックいないじゃん三浦とかそうかもしれないけど基本的にサイドバックにアップダウンさせるのってゴール前にクロスで飛び込めないし自陣ゴール前戻んなきゃいけないし。 そもそもディフェンスラインの仕事完璧にこなしながら突っ張りなんて無理な話だから。ってなるとやっぱり分業制にしやすいみたいな。なんで日本代表のサイドバックは分業制っていうかサイドで背景力持ちながらディフェンス力高い人が今後も出てくるだろうから。ってなると三笘張ってるサッカーでいいし、まあ、それに三笘はなりやすいでデゼルビー・バルサンだったらちょっとそこが移動しすぎておかしくなったりもするけど。バルサの文化的に 左ウィング張るで左ウィングの張ったところのポジションのまあプレメモリーというかなんかそこでのコンディションの上がり方とか能力の上がり方とか今みたいに苦手なことで苦しむみたいなのがまあなかったりあとはプレミアよりも怪我しにくいとか過密日程じゃないとかで日本代表にもいい影響出るから三笘がバルサ行くことによってメンタル面コンディション面あと日本代表の左サイドバックとの相性っていうところでメリット多いなって思いましたね。そう長友さ左サイドバックで高 あだ結構勘違いされがちなんですけど、サイドバックの、あれなんですよ。左ウィングが中入ってきます。相手絞る。このスペースにカンセル行くみたいなあるじゃん。ビトル・ロケとカンセルとか、ジャン・フェリックスとカンセルとか。この形って、ここでサイドバック受けるでしょ。で、そうなると、これスライド守備したとき、サイドバックとサイドバックの1対1になって、ここでウィングよりも抜けない,いな。これが、例えば三マが張ってとか、左ウィング春型の選手がここ仕掛けるとするでしょ。ここが1対1になってるときに、クロス得意なサイドバックで追い越してクロスもあるし、 またここでドリブルで追い込んだときに後ろサポートして戻しからのクロスみたいあるから高い位置最初から張ってるよりも張ってる選手の仕掛けに呼応する方がクロスサーって生きるんですよだから長戸,がダメえ長戸とかそういうの生きないじゃないですかじゃなくて本当突破する系のサイドバックではないでしょ長戸って今めちゃくちゃ突破したらごめんね俺知らないんだけど長戸ってクロスがいいサイドバックじゃんだから長戸だとしても左サイドバックでバチバチ突破してますみたいな そんなな人っってて基本出てこないと思うしやっぱバルデ見ててもアルフォンソ・デイビス見ててもやっぱ言ってもやっぱ右利き左サイドウイングで縦も中もいってカットインシュートもある人の方がやっぱ突破は怖いなっていう左縦突破だけでめっちゃ脅威になってる人はいないなというふうに思うからだって左ウィング張ってるところでさ1対1のところでバルデがものすごい勢いで上がっていく方が怖いじゃんバルデがここで1対1するよりそういうところで別に長藤を否定するとかじゃなく クロス得意なサイドバックでその選手を生かすからこその左ウィング突破型の選手みたいな、まあ、こういう話です、ね、あとはクバラツエリアとかさあれ契約期間どんぐらいなんだよ安いのかね今だったらなんかナポリってさ安く売ってくれないイメージあるからあと本当にチャビというかあのバルサにあのデゼルビ来るのかねデゼルビバルサみんなどう僕がみんなの意見引っ張んないようにもういろんな意見出しましょうよデゼルビバルサどうなるみたいな インスポージェクターの元でやってるデゼルビ見ていて楽しい。僕はねこの聞いててねあれなんですけど、あの合理的かどうか置いといて、デゼルビバルサムむっちゃ楽しみって。<laughs> これどういうことかって言うと、あのデゼルビってやり方変わんないですよ。基本的にまあそのサイドバックが攻撃的かとか、その高い位置取らせるタイプの選手かとかどうかっていうのあるけど、基本やっぱり235でそっから中の選手動き回ってっていうサッカーをやりたいですね。 あとととはウィングが中入っってててきてとかかサイドバック高い人ってとか基本的にこの235の形でのポジションチェンジとレイオフとかやりたいですよで相手が出てきたら裏みたいなだからもうデゼルビはもうデゼルビ流がはっきりしてんのよであのサッカーってさもうみんなもうね三笘は好きだろうしブライトン見てるだろうから分かるだろうけどもうこういう形でさ最近はねサイドバック上がってミト笘こうでレイオフとかも。 ススペースをさ潰ささ潰れれたりとかか対応されてるからあんま出にくいけどやっぱり技術高い選手いるとこの瞬間的にひょって降りてきてトントンっていうのあるじゃんでこれって瞬間的に降りてきたらトントンもそうだしこれをじゃあ相手がここを狙ってる時はトントンは引っかかるからここでターンするみたいなこの全部の技術必要じゃないですかでこれ持ってたのってマカリスターとかでしょそういう選手が抜けて後から入ってきた選手じゃちょっと厳しい期間あってみたいなとか。 グロス1人じゃんみたいな最近ギルマは良くなってるけどでこれって本当だったらここにボランチとかもかあサイドバックとかも絡んできたいしここで相手を内側に絞らしたところでこの長い距離のパスウィングに入て後ろ向きだけどここでまたトントンやってみたいなやりたいじゃんあとは2個飛ばしのパスでトップ下とかもウェルベックとか降りてきてこうつけてこうとかもやりたいじゃんこれをさ今のバルサの選手たちで想像してみとんでもねえだろ <laughs> むちゃくちゃゃゃくできそうじゃない <laughs> 今のバルサの選手たちと今のラリーガのこの戦力差でさだってブライトンでプレミアのさ相手の守備強度が高くてなおかつファール取らないんだよあんまりねそれがラリーガでバルサの選手たちでそれでさもうここデヨングとかで失わないみたいなこねデヨングとかあのペドリとかギュンドアンでまあ失わなくて奥にレバンドスキーんだよで相手が閉じたら外からやまるみたいなねっ 上からマリコみたいな言い方して。そういうのが、ってなるとさ、このトントン放題じゃん。で、あの、プレミアよりもファール取ってくれるから、相手ガツガツいけないし。そう、だから、配置さえ間違わなかったりしたらめっちゃいいじゃん。あと、ダンクとかもそんなに繋ぐタイプじゃなかったけど、でもファンヘッケとかさ、ウェブスターとかも得意じゃないじゃん。でも、それでもあのぐらいになってるから、それで言うと、組んでとか洗うほうさ、そのビルドアップ成長したらさ、もう、トントンよ <laughs> みんな。 トトトトントントンンンンンンポ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 ,ンポンよそうなるとまあおもろいよこの質がすごいからで今までデゼルビも今季とかもそうだけどいやほんとあれやりたいけどできねえなとか言うのでやめてんのもあるわけじゃんとかまあやってほしいけどみたいなで守備のところ目線揃えて攻撃のこのトントンいっぱい見れてっていうこれが相手強くなって間取りですとかアトリシコ間取りが対策してきましたってなった時に勝てるとまでは言わないよただ 基本はもうトントンだから。もう出るよ、これは。うん。そう、だからああいう言うより、CL で相手強いとつきつくれ。それは、まあみんなきついんだけど、そんな時のことは知らん。<laughs> <laughs> それはベスト8級の相手来たらどこでもきついんだけど、それでね、例えば、えペップみたいにしっかりこう、迂回経路作りながら今日はやってくれるえと、相手強い時にちゃんと迂回しながらやってくれるとか、ちゃんと相手釣り出してロングボール使ったところからはめるみたいな、ペップがマドリッやった時みたいな。そういうのまでは期待しないよ。しちゃいけないよ、だって。デゼルビだもん。それはだってね、一発ギャグも MC も何でもできるみたいなさ、そうそう。なんかそういう、 人ばっかりじゃないから。なんか一個に特化したのが、で、デゼルビは守備がいいから。だから、相手強い時は相手にボール持たせたらできたらいいけど、まあ基本はトントンしますよ。ただ、そのトントンさせる上では、最高級の戦力揃ってて、なおかつ、相手とのレベル差で言うとプレミアよりあるから、これはもうね、デゼルビを止められない。だってみんながデゼルビだとしたらさ、それはブライトンさ、オーナーもいい人だし、選手たちも信じてくれるしってあるけど、まあいい選手抜かれていくわけよ。 で、新しい選手にまた教えてして、しかも相手強くて、で、ELK がやっとから、CLK 行ったら奇跡だなみたいな、そういうサッカーじゃん。で、あの、例えば、どこだろうな、レスターとかみたいな、割り切ったサッカーでもないし、だから結果もね、めちゃくちゃ選手が強くならないと出にくいんだよ。てなると、ブライトンで見えるさ、上限値ってあるわけじゃん。10年、20年やらしてもらって金も使えるようになってくるのは別だけど。でも、バルサだと、 今行ってすぐやりたいことをしかも相手よりもほとんどの試合で戦力上の状況でできるからそりゃ行きたいでしょバルサの方がきついよフロントとかにもいろいろ言われてきついけどデゼルビのあのサッカーしてたらいやもう行きたいこれはってなると思うよここは一旦すいません行かしなさいっていうそりゃブライトンの方が人間的にとかそういう楽しさがあるの分かりますけどだからグリーズマン状態グリーズマン状態 <laughs> そ締め骨のもと行った方が自分の良さ生きるしここの方がファミリーだしサポーターも大事にしてくれるけどバラさ行ったら金とかもあるし知名度も手に入れるしあっちだともう一個ウェルクラス見れそうだなぁうーんすいやせんっていうさそういう感じなんだよ行っちゃうよなこれはそうだから,だからいい聞けセティエみたいになると思いますよでそれ見たいじゃん今日ちょっとトントン見ようかなみたいな いやそりゃ質足りないって感じるでしょうだってみんなだってシティとアーセナルとブライトンどれでも率いていいですよ好きなサッカーやらせてくださいって言われてブライトンを選ぶ人いないでしょうそういうことだからねそうでもう一つ楽しみなのがここでデゼレビーバルサン抜かれてもトニー・ブルーム含めそのフロント陣だったらいい人連れてきてくれそうじゃんそのあたりもまだねまだあ,あとは三マが心配みたいな感じで私レオザフットボールが監督を務めるシュアーボ東京では毎週水曜金曜19時間の練習でセレクションを開催しております 場所は都内近郊。シュアボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか多くの関係者が見るチャンネルですしシュアボから JD が排出を目指す僕らとしてはステップアップも大関係です。概要欄の URL からのご応募お待ちしております。